リルケが書いておりますが、現代人というものはもうドラマティックな足ができなくなってしまったと。病院の一室で一つの細胞の中の蜂が死ぬように、死んでいくと、というふうなことをどこかで書いていたように記憶しておりますが、今現代の死は病気にしろ交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものはない時代に私たちは生きております。それにつけて思い出しますのは18世紀頃に書かれた葉隠れという本で、武士道とは死ぬことを見つけたりというので有名になった本ですが、この時代もやっぱり、まあ、今と同じでもう戦国の夢は覚め、武士はもう普段から武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々なことでは戦場の華々しい死というものはなくなってしまった。その中で、汚職もあれば斜陽族もあり、今で言えばアイビ族みたいなのも侍の間では出てきた時代でありました。その中で葉隠れの著者は、いつでもその武士というものは一か八かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなければいけないとということを口を酸っぱくして言っておりましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬわけであります。そういうふうに武士であっても結局死ぬチャンスはつかめないで死ということを心の中で描きながら生きていった。しかし今の我々は死を描きながら生きているのかどうか、それさえ疑問であります。私の死との一番親しかった時代は戦争中で、戦争の時に20歳だった20代の私というのは、いつ死ぬか、いつどうやって死ぬかっていうことだけしか頭の中にはない、そんな中で20代ってまで行ったわけでありますが、そう考えますと今の青年にはそういうスリルを求めることもありましょう。あるいはいつ死ぬかという恐怖もないではないでしょうが、死が生の前提になっているという緊張した状態にはない、そういうことで仕事をやってみますときに、なんか生の倦怠といいますか、ただ人間が自分のために生きようとしているということだけには卑しいものを感じてくるのは当然だと思うわけであります。でそれで人間の生命というのは不思議なもので、自分のためだけに生きて自分のためだけに死ぬっていうのほど強くないわけであります。で人間っていうのは何かに理想なり何かのためってことを考えている。で生きるのも自分のためだけに生きるのはすぐに飽きてしまう。そしたら死ぬのも何かのためっていうのがあって、それは昔言われた大義っていうものであります。で大義のために死ぬっていうのは人間の最も華々しい、あるいは英雄的な、あるいは立派な死に方っていうふうに考えられております。でしかし今は大義がない。これは民主主義の政治形態っていうものは大義なんていらない政治形態でありますから当然なんですが、それでもやっぱり心の中で自分を超える価値が認められなければ、まあ、生きていること自体が無意味になるっていうものが心理状態がないわけではない。で今回私自分に、帰って考えてみますと、死をいつか来るんだと、しかも決して遠くない将来来るんだと考えてみた心理状態は今と比べたら幸福だったわけであります。記憶の中で美しく見えるだけではなく、どうやらなか幸せになる。で私が思っているのは生きる幸福であり、生きる幸福は、家庭の幸福であり、あるいはレジャーの幸福であり、楽しみでありましょうが、しかし自分が死ぬと決まっている人間の幸福っていうのは、まあ、今はちょっとないかと、そういうことを考えて死というものはじゃあお前恐れないのかというと、それは私は病気になれば死を恐れます。それからがんになるのも一番嫌で、考えるだけでも恐ろしい。それだけになんか、もっと名誉のある、もっと何かのためにというような死に方を考えながらも、結局葉隠れの著者のように生まれた時代が悪くて一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で死ぬことになるだろうと思います。